はいどうも、白熊先生です。今日のエヴァニュースはですね、さらば青春の光の東ブクロさんが、以前ですね、同じ女性を2回妊娠させたということが発覚し、大きなトラブルとなっていました。なんとですね、この度、東ブクロさんが以前にですね、さらに別の女性を中絶させていたことが分かった件に関する、ニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、少し前にさらば青春の光のツッコミの東ブクロさんがですね、同じ女性を2回妊娠させていたことが分かって、かなりそのことが炎上しました。はい。一応ですね、謝罪文だったりとかそういうのをですね、その相方の森田さんが、今個人事務所なんでね、社長さんとして発表したりとかして、一応収まった感はあったんですけども、なんとですね、速報で別の女性をね、中絶させていたことが分かったんですね。はい。で、しかもですね、その中絶させてしまった経緯だったりとかもね、えぐいんですけども、何よりえぐいのがですね、中絶を迫る際に自身のですね、芸人人生を盾にして、それを迫ったっていう点なんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そして、今回のですね、2回目のこの件で東ブクロさんは芸能界から消えてしまうのかということに関して、僕なりにですね、いろいろと話の方をしていきたいと思います。はい。まずですけども、1回目のですね、報道トラブルですね、これをですね、さらっと振り返っておきたいと思います。東ブクロさんがですね、交際女性をですね、否認をすることなくですね、そういった行為をずっとしていたということで、2回ね、妊娠させてしまったんですね。はい。1回目に関しては自然流産でしたっけなってですね、とにかく中絶という感じになったんですけども、2回目でですね、また妊娠した際に、その東ブクロさんはどうしても下ろしてほしいっていう風に、頼んでですね、ただやっぱり女性側としてはやっぱり産みたいということで、話が平行線になってしまい、最終的にですね、その弁護士を間に入れて、いろいろと話し合うっていう形になってしまったんですね。で、そのことがですね、週刊誌によってスクープされたわけなんですよ。で、東ブクロさんといえばで、以前からですね、クズキャラっていうんですかね、いわゆるその女関係でですね、すごくだらしないっていうクズキャラ、女好きみたいなね、そういう立ち位置でね、やってたんですけども、本当の意味でクズだったんだなっていうことが露呈して、炎上したわけなんですね。はい。ただですね、今回の件っていうのは、その後ですね、大きな影響はそこまでなかったんですよね。これがですね、例えばなんですけども、人気俳優さんだったりとか、大手の事務所の芸人さんとかだったら、もしかしたら話は別だったかもしれないんですけど、言ってもですね、さらば青春の光さんっていうのは、ザ・森東っていう個人事務所なんですよね。なので、森田さんの方からですね、謝罪文が投稿されて、それで、はい、おしまいみたいな感じでですね、意外とですね、ふわっと終わったなっていう印象だったんですよ。はい。そしたらですね、この度、なんと2回目と言いますかね、以前にもそんなことがあったってことがですね、暴露されてしまったんですね。はい。じゃあですね、これどんな方なのかね、一気にざっとね、話していきたいと思います。まずですね、この女性を B さんとしましょう。はい。で、B さんはですね、2012年の11月から2019年の10月までですね、東ブクロさんと交際していたというわけなんですね。はい。でですね、この妊娠していたのが分かったのが2016年の8月らしいんですね。で、すでに6週目で、その時点で4年ほど付き合っていたので、結婚することになるかもというふうに嬉しい気持ちだったらしいんですね、B さんとしては。しかしですね、東ブクロさんはですね、芸人として頑張っていくためには子供がいるというイメージは邪魔になる。経済的にも育てることができないというふうに言われたわけなんですね。はい。でですね、その後ですね、妊娠のことについてもっと話し合いたいのに、仕事が忙しいということで、会って話してね、くれることすらですね、なかなかしてくれなくなっちゃったらしいんですね。はい。でですね、さらに東ブクロさんがですね、早く中絶をするようにっていうふうにせがしてきたらしいんですよ。だからですね、それで、その B さんはですね、分かった、じゃあ中絶するっていうふうに一回決めたらしいんですけど、病院に行ってですね、エコーでですね、胎児が動いてるね、様子を見たらですね、産みたいっていう気持ちが抑えれなくなったらしいんですよね。だからこの辺は女性特有って言いますか、いわゆるその女性から母親になっていったみたいなことなのかもしれませんね。母親としての自覚が出てくるみたいなね。はい。でですね、東ブクロさんと結婚して幸せな家庭を築くという夢まで出てきたらしいんですね。はい。で、それをですね、何度も話したらしいんですけども、やっぱりその体に負担がかかると良くないから、早めに手術を受けた方がいいよっていう風に、とにかく中絶をですね、迫るばかりだったと。はい。そして最終的にはですね、これだけ言い合っても意思疎通できひんねんから、今後いい方向に向かえるとは思えないと、あたかもですね、子供を産ませない理由をですね、B さんに押し付けるような言い方をしてきたということなんですよね。これなかなかですよね。で、ちなみになんですけども、これね、この B さんはじゃあそこに関してどう思ったかっていうとですね、私にとっては大切な恋人でしたが、彼からしたら大したことない存在だったのかなと気づかされて辛かったということなんですね。はい。でですね、一人で産むことも考えたらしいんですけども、経済的な理由もあって育てられる自信がないということで、どうすればいいかって感じですごい悩んでたらしいんですね。で、ちなみになんですけども、1回目のですね、スクープですね、その同じ女性を2回妊娠させた時も、東ブクロさんはですね、基本的に切否認をしなかったってことらしいんですけど、じゃあこの B さんに関してもどうなんだって話なんですね。はい。どうやらですね、B さんにとってですね、東ブクロさんっていうのは、いわゆるその初めての男性だったらしいんですね。なので、最初に関係を持った時にですね、ゴムをつけた方が、痛いよっていう風に言われてですね、そういうことに無知だったために信じてしまったらしいんですね。はい。この辺なかなかちょっとエグいと言いますか、なんかこう、なんかね、こなれてるなっていう感じですよね。はい。だから本当に多分否認するのが嫌いなタイプなんでしょうね。はい。でですね、その後お願いすると否認具をつけてくれるようになったらしいんですけども、まあ、交際期間をですね、3年を過ぎたあたりからはですね、彼も結婚のことを意識してくれてるようだし、もし妊娠したら結婚しようという気持ちになり、再び否認具をつけないようになったってことらしいんですね。はい。で、そしたら、まあね、妊娠してしまったと。そういうわけなんですよ。はい。でですね、結局、東ブクロさんから出産の同意は得られずですね、手術をね、することになってしまったと。はい。ただ、その前にですね、東ブクロさんのマネージャーさんだったりとか、その B さんの両親も交えて話し合いの場をね、持つことになったらしいんですね。まあだからこのあたりで言うと B さんだったり B さんの両親っていうのはやっぱり孫の顔が見たいっていうことで東ブクロさんを説得するつもりだったらしいんですね。はい。で、その説得する場にね、なったんですけども、そのマネージャーさんとですね、東ブクロさんは、謝罪はするまでもですね、絶対に出産させないという強い意志をそこに感じたらしいんですね。はい。例えば、母親さんの方がですね、何とかして産むことはできないでしょうかというふうに聞いたらですね、マネージャーさんが、こいつが芸人の道を諦めるのなら、子供を産み結婚することができるっていうふうに言い出してきたらしいんですね。はい。これなかなかひどいですよね。つまり、子供を本当に産むんだったら、こいつのね、芸人としての道を諦めさせることになるんですよってことを言ってるわけですよね。はい。まさにその東ブクロさんってこの時期ですからね、この時期っていうのは、もう完全にテレビとかも出始めて、いい感じに売れ出してる時なんですよね。はい。だから、こんだけいい具合に売れてる、その芸人としての道を閉ざすことになるけど、それでいいのかと。まあ、そういう風にですね、それを盾にしていってきてるわけですよね。まあ、これはやっぱなかなかですよね。で、最終的に B さんはですね、彼が売れることをずっとね、応援してきたっていうのもあって、その芸人を辞めてほしいというふうに言えなかったらしいんですね。はい。まあ、まさにこれって作戦勝ちって感じですよね。東ブクロさんとね、マネージャーさんの。でですね、最終的に東ブクロさんはどんな様子だったかっていうとですね、両親に対して、今の情けない立場では産んでも育てることはできないけど、あと何年か頑張って結果が出なかったら芸人を引退して普通に働くつもりですと。そうなったら結婚できると思うので挨拶に行かせてくださいと、まあ言ったらしいんですね。はい。で、それに関して、まあ最終的に両親もまあと思って無理やり納得したらしいんですけども、まあ、その後はですね、まあなんて言うんでしょう、まあ関係性も続かずみたいなね。感じになってしまって、約3年間その後ね、交際を続けたんですけども、まあやっぱり、まあね、中絶をきっかけにギクシャクしてしまったっていう件もあって、会う回数も減っていって、最終的にはまあ関係が終わっていったってことらしいですね。はい。まあただですね、B さん曰く東ブクロさんは7年間の交際中ですね、やっぱり常に女性の影があったらしいんですね。はい。まあ実際問題はですね、別れた後になって分かったらしいんですけども、実はですね、遠距離恋愛になった時にですね、東ブクロさんは後輩と住んでいたって言ってたんですけど、実はですね、別の女性と同棲していたらしいんですね。はい。ということで、やはりこのね、B さんはまあ相当ね、まあ腹に正解寝てると言いますか、ずっと怒りと言いますか、もやもやがあったらしいんですね。はい。で、今回ですね、先ほど言った、その1回目の報道が出たっていうのもあって、まあ、この B さんも告発することを選んだのかもしれませんね。はい。というのがニュースの内容となってます。はい。じゃあ、ここから何が見えてくるかっていうと、やっぱね、さすがにもうこうなってくると笑えませんよね。はい。だから多分、東ブクロさんっていうのは本当に否認するのが嫌いで、まあ、いろんな女性とそういう風に否認具なしでしていて、まあ、できるたびにこういう風に下ろすってことをですね、ずっと繰り返してるんでしょうね。はい。だって今のところで合計3回妊娠させてるわけですからね。まあ1回目のトラブルの方の2回目の妊娠に関しては今後話し合っていくっていう状況ですから、2回目はこれ中絶するかわかりませんけども、少なくとも全部トータルすると今のところ分かってるだけで3回妊娠させて2回中絶させてるっていう状況なわけですからね。で、こうなってくるとですね、さすがに今回のはですね、まあ結構ね、痛いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。で、さらに言うとですね、これから先新しい報道がさらにどんどん出てくる可能性ってありますよね。だってこれ僕思うんですけど、どう考えたって東ブクロさんって他にもいろんな女性と遊んでるし、そしていろんな女性にもですね、否認具なしでそういうことしまくってる可能性が高いっていうか、まあまず間違いないと思うんですよ。ってなってくるとですね、ここから芋づる式にですね、新しい情報がさらにどんどん出てきて、そうなったらですね、さすがにテレビとかは難しくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ実際問題、さらば青春の光さんっていうのは YouTube チャンネルとか登録者数が35万人かなとか言ってて、再生数もめちゃくちゃ高くて面白くて、ね、これは評判なんですけども、YouTube は続けられるかもしれませんけど、少なくともですね、スポンサーさんとか絡むですね、いろんなテレビ関係はまあ難しいんじゃないでしょうか。そしてそうなってしまうと、ザ・森東っていうですね、言ってみたら小さい事務所って言うんですか、もう個人事務所、ね、さらばさん以外誰も所属してない小さい事務所なわけですから、そういった小さい事務所が芸能界からですね、言ってみたらですね、遠ざけられると言いますか、ね、まあ、干されるって言うとあれかもしれませんけど、嫌われ出したら本当の意味でおしまいだと思いますよね。はい。だって、吹けば飛んでしまうような小さい事務所でトラブルが起こることほど怖いことってないですからね。はい。逆に例えば吉本興業みたいな大きいところだったら、まあ、最悪吉本がきちんと盾になって守ってくれるじゃないですか。うん。まあ、だからこそですね、今回の件っていうのは本当の意味でですね、大打撃になると言いますか、まあ、さらばさんのですね、芸人人生に大きく関わっていくことにですね、今後なっていくんじゃないのかっていうふうに僕は思ってます。というわけでですね、今日はこの辺でおります。この話にちょっとも共感してくださった方、ということで、高評価、チャンネル登録とコメントだったらね、ぜひお願いします。どうもありがとうございました。